あとは宮川さん、このおっさんですが、お金が欲しくないのに破産を、これ、なんていうんですかね、認めたとか、理由は何でしょうかっていうことで。お金が欲しくないのに破産を広告した理由は何でしょうかっていうところなんで。広告っていうのはどういう意味なんですかね。まあ、だからその広告、字の通り、まあらがって、この、破産は私たちは認めませんよってことですね。ああ、そういう、そっちなんですか。破産を認めないって方ですね。はい、まあ、その時点で、その破産は一応、まあ、止まるというか、なぜ広告したのかがちょっといまいち分かんないんですけど、うん、破産しちゃえばいいのにって、そのまま別に認めちゃえばいいのにとは、僕は、まあその時ギリギリまだ中にいましたから、はい、僕は思ってましたけど、まあ党員の方というか、中の方が、まあどういうふうな気持ちでやってるのか、ちょっとあんまり僕も正直理解してないところではありますけど。これっていうのは、破産っていうのは、大津さんのプライベート上でも、もうお金は、あの預金とかあるものは全部没収されるっていうことでよろしいんですかね。いやいや、全然関係ないです。ええ、別人格なので、大津さんはもう一切責任には問われません。はい、でも、ただ、立花さんの場合は違いますよ。立花さんの場合は、党から借り入れしてるのでね。はい。だから破産するしかないですね。もうだから、ずっと追い詰められてますよ、この1年間、立花さん。あ、そんなに追い詰められちゃったんですか。いや、強がってるだけで追い詰められてますよ。中身はもうどん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 、まあ、土俵際というか、はい、大津さんの方が組んで押し出してる感じですね。そうですよね。だいぶ本当になんか今考えると圧勝してる感じもありますよね。なんかまあそうですね、完全に圧勝、僕は圧勝だと思ってますけどね。代表権争いも決着ついたんで、はい、うん、でもなんかね、なんか嫌がらせの中にっていうか、はい、破産って優しさじゃねとか思う時もあるんですよ。活動はできます、はい、で一応この時点での今の持ち分8000何ぼと1億何ぼ、今、銀行で止まってる部分がの中で清算されることなんで、はい、ある意味なんか優しいというか、ずっとその債権者さんたちの今度一回そこで区切りつけばもう請求できないじゃないですか。もうその少ない中でみんなで分配一回するので、うん、はい、うん、だからそれってあの大津さんにとってはなんか楽なんじゃないかなと思っちゃいますけどね、破産しちゃった方が。